はい、おはこんばんちはがでございます。というわけでやっていきましょう。ゲームサクサクセシーズン4やっていきます。ゲームスタート。じゃあね、もう一回こっと野手作っていきます。セス、もう一回ファースト一人じゃなくて二人いた方がいいからね。どうしようかな。じゃあね、セスタニに行きましょう。合ってるね、セスタニ。オッケー、セスヤでもいいです。読み方はまあお任せしますよ。で、これでオッケーで、どうしようかな。右、左、いろいろあるけど、じゃあちょっと、今度左の、右でいっかな。右投げ、右打ちにしてみようか。逆に、右投げ、左打ちは面白いかもしれない。で、一塁一周、新しいね、感じで。で、一本足で豪快なバッティングしてくれよ、ということで、じゃあ、巨人でやってみっかな。で、パワーと、何か使おうかなと考えたときに、チアホイ使ってみますか。選手にたくさんあっていこう。いきます。違う、いいんだよね。ゴー。そう。これでやっていきましょう。かなり、選手の、だから、これで特に、だから、キャラクターワイワイとか出てきたらいいんだよね。早速選手がいるから会いに行きましょう。下だね。なんで、チアホヤもあんのに選手会えないんだって話。よし、まず誰。以前作った選手だね。パワーヒッター。こちらは、多分時々出てくる選手は、栄冠ナインの選手なんですよね。僕実況やってるんで、弱小校は神奈川を制す。もう皆さんぜひご覧ください。で、こっちか。で、こうだ。おー、大回復。でもな、こういう時にそういう選手で来るとネタバレになっちゃうからな。時々それかぶす、隠すから。大丈夫。おっしゃー、大回復いいね。で、これで下かな。で、こう、ほい。で、よっしゃ、めっちゃ回復するじゃん。何これ。これ、取りって大丈夫だ。体力こんなあるんだったら。こっちとか行ってさ。で、シャッフル。で、これで、青マスがもっと、よっしゃ。で、こっち行って、で、帰ってきてもいいぐらいだよ。どうしようかな。いいや、これで帰ろう。上、無理に取ることはないや。よしよし、絶好調にもなったし、体力も全然あるから。序盤としてはいいんじゃない？ネクスト、整数。さあ、いかに選手に合うかってことが大事かもしれない。よっしゃ、ノリノリ来た。よっしゃ、ノリノリで行こう。ノリノリで選手に会ったら、さらにいろんなことを教えてくれると見た。と思ったら、ちょっとこっちが先。よいしょ。おっしゃ、回復。で、シャッフル。選手、どうだ。あっちかー。あっちが行っちゃったー。いいよ、じゃあ、これで。ノリノリ終わった。いいや、でん。これで、いいえで、おい。で、こっち、選手、合う。回復したんならいいや。で、それで選手に合う。なんで合わせてくんないんだろうな、チヤホヤあんのに。矢部選手、矢野選手、どうも。よっしゃ、やる気変われたの大事。そう、やる気を変われるんだよね。もうゴールでいいや。ちょっと、ステージ2だし、無理はすることはない。でも、守備が上がってきた。守備、パワーが欲しいんだよ、俺的には。ステージ3行きます。これ2回連続行こうか。まず、おっしゃ、無地パネル様々に輝く。もう一回行こうか。もう一回、来いや。金縛り、おっしゃ、金縛り。よし、今のうち取る。よし、ガンガン行こうじゃないか。で、こっち取る。ガンガン取っていくよ。金縛り溶けちゃった。もう意味はない。いいや、ほい、でしゃ。どうだ。何をなくしたの？あえてそっちなんだ。チヤホヤね。ちょっと家で選手に会え。よし、会う、誰だ？おー、松本選手で何が？お、やる気変わる。やる気変われるね。ミート対応。いいね。よし、じゃあゴール。まあよ。ちょっと成長量熱いな。ネクスト。宝箱は取りましょう。これまずこっち取って、総力上げていきます。で、こっち。で、宝箱取るんだったら赤マスは仕方がない。うわー、来たよ、もう。待って、この、危な！一段外れてたアウトだったわ。ちょっと待って、何？パワーアップ、よし。で、下。来いや、何？おっしゃ、水パネル様々に輝く。で、回復。2しか回復しないんだもんな。全然回復しない。お、金縛り。金縛り？カウン。金縛りでカエンさん安全だと思ったところにお前が来るんだ。野球マン3号3条ということでね。はい、スルー。しゃあないだろ。飛ばして、で、こっちだ。野球マン会いたいな。よっしゃ、会えた、ラッキー。何スピリッツが浄化されたぜ。で、回復と、守備補給か。いいや。で、それで下かな。うい、で、以前作った選手ですね。よいしょ、アップ、体当たりで、シャッフル。どうだ。なるほどね。じゃあちょっと上行きましょう。上で回復とかやりまくって。ほい。なんだ回復？いいね。で、こっちでゴール。ステージ5だな、勝負は。でもパワー C ぐらいにはなるんだな。もうちょっと行きましょう、上。ネクスト、ステージ5。
もうちょっと底上げしたい、やっぱり能力的な意味、内容としては。よっしゃ、まず誰、藤村選手、どうも。肩アップ、よし。で、ミート3アップで、上行って、で、宝箱、超人伝来い、補給超人伝、野球超人伝が欲しかった。一文字違うだけで意味合いがだいぶ変わってきます。怖いね、カレンさんも。これは、でも今のところ、安全じゃ安全なのかな。こっち行って、これで、よいしょ、ほい。おっと、気分のよりやったね。よいしょ、持って、何をなくした、パワー強化か、ここでなくすのかよ。で、これでゴールで、家だな。カレンさんは警戒すべきだけど、これでもしかしたら、よし、よしよし、いける、カレンさんに会える、会える、会う、会う、会う。会う、意地でも会うぞ、この、隣に着いたら会うぞ、ダメでしたー、くっそ。こういう時に限って逃げやがって。大丈夫かな、これでもこうだろ。うい、補給アップ、よっしゃ。で、こっちで、どうだ。補給アップ。で、よいしょ。で、こっちでどうだ。待って待って、これで、ちょっと待って。カレンさん、下行かないかな。だ、行くるだろうな、下。ちょっといい家で、待つか、どうせ体力あるし。これでゴールするよりかは、だ、これだ、選手がここにいるから、服部選手か。だから、もう、巨体の女性は間違いなく、左に行くわけですよ。だったらもう俺が左に取りに行ったら確実に死ぬわけだ。だったらもう諦めて、もうこっち、この守備を取りに行きます。どうせこれ、あ、そっか、こういうパターンもあるか。じゃあちょっと戻ろう。で、いいえ。で、下行っても生き残る。よっしゃ、しかも選手に会える。よっしゃ、パワーアップ。よっしゃ、いいね。で、こっちかな？ちょっとで、こっちだ。あー、怖いな。で、もう一回こっち。何やってんだ、俺は一体。で、これで、よいしょ。で、こっちだ。なんとか。で、それで、帰ろう、ゴール。まあ、ちょっと、何をしてたんだ、俺は後半。まあいいや。カレンさんがうまく、こう、一列隣、ロックオンされてない状態になればよかったんですけど、まあ、それが唯一の対抗手段なのかもしれないね。唯一ってわけではないが、まあ、なんもない状態だったら、それが一番なのかもしれません。じゃあこれで。で、それで、目。もしかしたらちょっと目なんですけど、もっとモブっぽいやつ見つけたら勝手にか、あ、間違えた。変えるパターンもあります。それちょっとあったら言ってください。ちょっとこの目が気に食わないんで、少しちょっと。で、これで完成。どうよ。おー、パワーヒッターか。まあまあまあだな。一応パワー B になったんなら、いいかなと思います。というわけで次回もご覧ください。それじゃあ、またね。